マチですワードプレステーマシリーズ156回目はですね、えー、今ご覧になってます、オバマでいいのかなうん。オバマだと思うんですけども、はい。えー、このオバマをね、えー、ちょっとやってみたいかなと思います。えー、パッと見た感じね、あのー、難しいテーマじゃなさそうな感じ。 はします。で、まあ、あのー、書いてあることもね、あのー、最小限のデザインで、えー、まあ、あの、シンプルなデザインですっていうふうに、こう、書かれてるので、まあ、あのー、そんなに苦労することもないとは思うんですが、えー、実際入れてみないとわかんないので、えー、実際にちょっと入れていきたいなと思います。 ということでですね、えー、こちらもあのー、ワードプレスを用意させていただいておりますのでね、はい。あのー、こう、一つ一つ、こう確認しながら、えー、入れていきたいなと思います。で、えー、外観からですね、 最新の中にオバマは出てきたのかな。はい。ここに出てきてますね。で、ここからオバマをインストールします。で、インストール終わるとね、えー、有効化のボタンに変わりますので、有効化をします。 まあ、あのー、有効化したんですけども、あのー、何も出てきませんので、えー、必須プラグインはないということですね。で、まあ、あのー、最小限なので、えー、テーマインフォなんかもないみたいですね。ということで、えー、先に、えー、小テーマを作ってしまいたいと思います。 で、このこテーマ作るのもね、サクッとこういきたいなと思ってるんですけども、まああのー、こういうテーマ名をこう決めるときでもね、えー、誰が見ても、あのー、わかるようにしとくっていうのが、まあ僕の、まあ基本的なやり方でもあるんですけど、 まあ、あの、常にね、えー、自分が触らなくても誰かが見たらわかるっていう風にしとくっていうのが、あの、僕のやり方です。はい。ということでね、テーマ名は、オバマチャイルド。ね。ディスクリプション。まあ、説明ですね。オバマの固テーマ。ね。えー、わざわざソース開かなくても、えー、テーマでちょこちょこっと見ればね、 あ、これ、オバマの固定マなんだなっていうことが、えー、簡単に分かるようにしておくっていうのもね、えー、一つの方法だと思いますね。はい。で、まあ、あの、親からいじるとね、えー、後で固定マ入れてもね、100%受け継がれないこともあるんで、えー、定マ作って、えー、カスタマイズすれば、1回で終わると。ね。えー、何回も何回も同じような設定やらされるとね、 あの、イラッとしますからね。うん。あの、一回で終わらせたいっていうね。はい。まあ、あとね、えぇ、ー、ヘッダーとかカスタマイズするときは、まあ、ね、えー、まあ、そのときの感じで、えー、いろいろやっていただいていいと思うんですけども、基本的に同じことをこう、何度も何度もやらされるっていうのは、あのー、皆さんも好きじゃないと思うのでね。 ちょっと転送に時間かかってますね。で、えー、まずね、え再、ー、度基本情報からいきます。で、えー、ロゴの選択ですね。えー、ロゴはね、テーマによってね、みんなね、えまちまちなんですよね。で、あのー、まあ私もいろんなタイプのロゴをこう、持ってるんですけども、 えー、250だったらこれかな。ね、えー。最近ちょっとね、えー、いろんなサイズのものを、えー、作ってみました。はい。で、えー、ロゴを出した場合はね、あの、いらないんですけども、これ消えないんですよね。これの場合は。まあまあ、あの、それはいいとして、えー このまま、えー、進めていきます。で、えー、それに対してサイトアイコンっていうのはですね、えー、どのテーマになろうとも、えーまあ、512ピクセルの正方形以上の画像を、えー、用意してくださいというふうになっております。ということでね、えーまあ、ロゴとサイトアイコンね、えー 正反対みたいな感じのものなんですけども。で、色の、色はね、あの、基本的にこれ背景色だけ。えー、背景色は白ですね。で、下手画像。えー、1900×450。ね、えー。これもね、えー、切り抜いて見ようかなと思ってるんですけども。 ほんね、えー、大きいとね、えー、なかなかちょっと準備してないものになったりしますので、結構大変だったりするんですけど、 で、あの、この時にね、あのー、ファイル名とかね、えー、ほぼアルファベットの方が、後々管理がしやすいです。あの、ここにね、日本語とかが書かれてると、あのー、変換されて、えー、すごく長ったらしいあの、ファイル名になったりすることも多いですからね。あの、そのあたりはね、気をつけていただければと思います。 これで、えー、ここで切り抜きをします。あの、ワードプレスにね、あの、こういう切り抜きする機能がついてるっていうことをね、えー、知っておいていただければと思います。で、ここがね、ちょうど、あの、ヘッダー画像が入るところになりますので、うんえー、知っておいてください。 で、えー、背景をね、入れないので、えー、飛ばします。で、えー、メニュー。えー、ちょっと位置を確認して、えー、ここのプライマリーしかありませんのでね、えー、プライマリーをこうやって選んでおきます。前回はね、メニューの変更が効かなくてね、参りましたけどね。はい。 で、あと、ウィジェット、ホームページ設定、えー、追加スタイルシート、関連記事、という風になっております。ではね、えー、ウィジェットをね、えー、単体でちょっと開いてみたいなと思いますね。あの、カスタマイザーからするよりね、えー、こちらのウィジェットの方から開く方が、えー、やりやすかったりします。 で、えーまあま、サイドバーしか付いてないんですね。フタもあるかなーって期待したんですけどね。えー、ちょっと期待外れでしたね。で、えー、メタ情報。これね、あの、表示しない方がいいですよ。で、これ削除しておいてください。で、えー、カテゴリーはね、あのー、 親子関係のカテゴリーが作れるので、階層表示するとかっこいいかもわかんないですね。はい。で、えー、アーカイブは必要なければ削除しておきます。私は必要ないので、いつも削除します。で、コメントもね、あのー、入ってますよっていうのをね、あのー、あんまり見せたくなかったりするので、削除しておきます。 たまにね、スパムとかが入ったりしますので、ね。で、まあ、あの、ジェットパックとか入れるとですね、あの、このように、あの、ジェットパックのウィジェットを、あの、使えたりするんですよね。で、ここでどうしても入れときたいのはですね、えー、ジェットパックに登録してるとね、あの、ブログ購読っていうのがあるんですよね。で、あの、これをウィジェットに追加しておきます。 で、まあ、あのー、サイドバーの場合はね、えー、あんまり長ったらしくしたくないんですけど、Facebook ページプラグインをね、えー、こうやって、えー、入れてですね、えー、ここね、えー、サイドバーの場合は330ぐらいにしといた方がいいんですね。で、 えー、高さはね、もう432ぐらいでいいんですけど、えー、もう何度も入れてるのでね、こうやってあのブラウザーが勝手に覚えてるんですけど、で、ここでストリームを表示して、顔写真を非表示にします。はい。あのー、いいにしていただいた方の顔写真が出る仕掛けになってるんですけども、 あの、私の顔出てるから外してくれないですかとかって言われることもあるんですよね。で、もう最初から表示してなければね、あの、それを言われる必要もないっていうことでね、えー、僕はもう表示しないって決めてますので、はい。あの、まあね、えー、私にしたんだから私の顔出ないじゃないっていう人ね、なかなかいませんのでね、はい。あの、 稀にいらっしゃるかもわかんないですけど、あの、それはすいませんがっていうことでね、ご了承いただきたいと思います。はい。ということでね、えー、これで、えー、どういうふうなサイトになったんでしょうかということでね、サイトを確認したいと思います。 えー、こういうサイトになって、まあ、投稿者名がね、こうやって表示されてるので、まあ、これちょっとね、えー、なんとかしたいなっていう感じでね、こんな感じで表示されます。はい。ね、よかったらこういうところからですね、あのー、いいねをしていただければと思います。はい。まあ、このぐらいあると、えー もう一つ、ツイッターを入れてもいいかな。まあ、そんな感じもしますね。で、あのー、フタがね、えー、なんか寂しいなと思うので、まあ、フタちょっとカスタマイズできればなっていうことと、えー、投稿者名は、まあ、あのー、正直消したいですね。はい。あのー、なぜ投稿者名を消すかと言いますと、 何度かお聞きになっていただいている方いらっしゃると思うんですけども、あの、これリンクになってますよね。あの、こちらもリンクになってるんですけど、あの、リンクになってる場合はですね、ワードプレス ID が簡単に分かってしまいます。で、あの、これを非表示にすることでね、あの、ワードプレス ID が分からなければ、総当たり攻撃とかあんまりしてこないんですよね。 簡単にわかる人のやつをどんどん攻撃していく傾向にありますので。なので、あの、できるだけね、ワードプレス ID がわからないように。ね。で、えー、もう一つはですね、えー、仮にわかったとしても、わかった時のための対策をしておく。これがね、えー、ワードプレス使う場合は、あの、大事になってきますので、あの、 まあ、あの、僕のところにね、えー、相談を来られる方とか、制、え、作、ー、依頼をお受けする場合はですね、そういった対策もあの必ず入れるようにさせていただいております。はい。ということでね、えー、今からですね、えー、こちらの非表示とかそういったものをね、えー、見ていきたいなと思います。はい。ではですね、オバマの えー、投稿者名の表示を非表示に変えたいと思いますので、えー、まあ一番簡単な、えー、スタイルシートでの非表示を、えー、とに、とりあえずやってみました。えー、ドットバイライン、ね、えー、この後ろのね、ディスプレイコロンのオン、ね、インポータントっていうのはね、あの、もう、 ずっと変わらないです。あの、スタイルシートで非表示にしたい場合は。で、えー、こちらではですね、日付の隣にもう非表示になっております。よく比べてみてください。あの、サイトの方ではまだ表示してますけど、あの、ユーザーのアイコンと、あの、熊八ラボっていうのがね、えー、こちらのプレビューではあの消えてます。 で、えー、これをですね、えー、このサイトを更新して、えー、どうなるか見てみたいと思います。はい、消えましたね。で、あのー、ページの方でもね、非表示になってるかっていう部分をちょっと確認しておくっていうのもね、確認も大事な作業なのでね、えー、 皆さんもね、えー、自分のサイトを非表示にする場合は、あの、ちゃんとサイトを開いて、えー、確認していただければと思います。で、ここにコマハチラボって出てるのは、あのー、違いますからね。はい。はい、こんな感じでね、えー、まあ、ここはね、こうやってね、あのー、 こういうフォントアイコン使っていただいてね、ええー、いい感じなんですけどね。あの、たまにね、こういうフォントアイコンとかね、あのー、はられて、ええー、ポスティットとか、あの、タグ、タグリットっていう形で書かれてるだけの場合があったりするんでね。まあ、それはなんとかちょっと寂しいなって思ったりします。はい。 ということでね、このオバマはやはりあの、書いてある通りですね、本当に最小限のあの、構成のテーマだっていうことですよね。ただ、あのー、このロゴがね、250の250っていうのは、あんまりにもちょっと大きすぎないですかって思ったりしますけど、えー、皆さん的にはどう、 思いになられるでしょうか。まあ、それだったらもうテキストでね、あのー、書いてる方がいいと思うんですけど、まあ、このロゴに関してはね、ある程度カスタマイズできると思います。はい。あと、本当は、えー、カスタマイズしたいのは、フタですね。はい。フタにね、やっぱりちょっと3グラムぐらい。えー 入れたいかな。そんな気もします。はい。まあ、それもね、カスタマイズの方から、簡単にできるとか、ビジェットでできるっていうふうな形でやれれば、一番、あの、皆さんにね、カスタマイズしたものも、こう、使っていただきやすいんじゃないかな。まあ、そんなふうに思います。ね えー、あまりにもちょっと寂しいですよね。このままじゃ。まあこれにトップバーが出てソーシャルメニューをこう表示できるとかね。えー、そういったものがあれば一番いいんですけど。ということでね、えー、今回156回目はオバマを紹介させていただきました。まああのー、悪くないテーマなんですけど、ちょっとカスタマイズしたいよねっていうくらいのテーマですね。 まああの最初にね、やっぱりあの初心者の方は、こうやってあの扱いやすいテーマから始められるのも一つの方法じゃないでしょうか。あのー、いろいろね、デザインしたいとか思われる方もいらっしゃるかもわかんないですけど、まあ、この辺見ていただいてもわかる通りですね、あのー、色使い変えると、えー、これまだ見えると思うんですよね。で あの、背景のあるところに文字を入れる場合は、やはりあの、その、文字とのバランスをよく考えていただいて、で、こういった投稿のね、中に背景を入れてると、本当に文字が見えにくくて、何のために記事書いてるかわかんないこともあったりします。そういったところをね、ええー、まあ一つ気をつけていただければと思います。 ということで、あのー、今回はオバマを紹介させていただきました。また次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。えー、ズームサポート、えー レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。Wordpress の最新情報がわかる LINE アット、友達追加よろしくお願いいたします。また、Wordpress の最新情報が動画でわかる Wordpress で自社サイトを作成チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。